え？え？大丈夫？バンされない？え？やばい。こんばんは、ドコムスです。今日はですね、動物の森、カードグミとチョコエッグ、開封フェスティバル！イエーイ！ってことで今日は爆食企画です。でん！こちらに動物の森チョコエッグとカードグミが12個ずつあります。買いすぎたー。12個一気に買ったわけじゃなくて、仕事帰りにふらっとコンビニ寄ったらめっちゃ売っててさ。さ、気になったんだけどさ、カードラインナップ全20種類第1弾って書いてあるのよ。これもしかしてまた出んの？これしかもスナップカード20のビジュアルカード7種、全27種だから今日絶対全部揃わないっていうね。まあ、とりあえず開けていきますか。開封してますよ。まずお菓子から見ていこうか、じゃあ。おー、うまそうじゃん。ちゃんとこの果物の形になってる。じゃん！お、レムくんですね、1枚目は。うふふ、僕のお家って居心地いいでしょ？なんか犯罪の香りがするセリフですね。かわいいですね。じゃあ、1枚目、レムくんです。じゃあ、このグミをね、食っていきますよ。食レポもちゃんとね。うん！うまいけど、これ何味これ？なんか変な味すんだけど。食レポもちゃんとね。変な味すんだけど。ちゃんとね。変な味すんだけど。ちゃんと。変な味すんだよ。ミックスフルーツ味だって。うまいっすね。じゃあ、1個目、レムくんでした。じゃあね、これ、俺食いながら放送成立すんのかな？次、こちらの。動物の、じゃない、飲み込んでやるでいい。このメンツが当たるそうです。全18種プラスシークレット2個。で、俺昔買ってて、シークレットは出てないし、てかまあそんなに6個ぐらいしか持ってないんで、ちょっと期待ですね。これ、リリアン、せっかくだから当てたいよね。いつも思うけど、どうやって食うのが正解なの？これ頭からかじっていいの？こっから。かじってみるよ。これかじるとこっからこう、おもちゃが出てくるっていう。で、開けていきます。おお、バラバラしたい登場。ジュリーか。あ、ジュリーだ。かっこいい。ジュリーいいよね。ジュリー好きなんだよな、結構。何持ってんの？これソフトクリーム。ソフトクリームを素手で持ってるジュリーが出ましたね。ありがとうございます。いいね、この企画。放送もできて、お菓子も食べられるっていうね。素晴らしい企画ですね。じゃ、カード見ますよ。でん！お！俺のためのカードじゃん、これ。ハムスケとシマンチュの。カード出ましたね。珍しく仕事してますね。ありがとうございます。うん、相変わらず不思議な味がしますね。美味しいですね。で、これね、いただきますね。美味しいけど、マジでこの期間みんな何してんの？お！来たんじゃね？パッチ来たー。出方が残酷なんよ。かわいい。めっちゃ可愛い。なんかボーリングするとこかな。多分ボーリングしてるパッチが出ました。ありがとうございます。じゃあ次。あ、ちょ、チョコ作ってね。じゃあ次はカードグミ行こうか。ちょっともぐもぐしてすいません。カードオープン。でん。来たー！ジュンくん来たー！リスの男の子、ジュン。じゃあ俺はあれかな。実況者の男の子、ドコムス。はじめましてだね。僕の名はジュン、さすらいの旅人さ。うちにずっといる剣。映画キザ、誕生日9月、苦肉の日ですね。光ってる、すげえ。ここ。光ってるところの数字もその住民の誕生日なんです。なんだぞ。ほんとだ！光る苦肉だ。おい、なんかだんだんこのグミ美味しく感じた。感じてきた。先にネタバレしちゃうと、チョコエッグに関しては、これが最後かなって思ってます。このチョコうまいけど重すぎる。うん、でもうまいね。味はね、全然お菓子好きな人こんぐらい食うよね。お、マジっすか。シベリアさんですね。ちょっと待って、シベリアの頭こうなってんの？こうなってるらしいよ、シベリアの頭。衝撃の事実なんだけど、こう、あ、なるほどね。こう旅行カバーに腰掛けるスタイルのシベリア兄貴がね、かっこいいですね。さあ行きます。カードはデデン。小雪ちゃんですね。
小雪ちゃんもカード化するんだね。すごい、やっぱ、あつ森の運営はすごく、その点、幅広くていいですね。あと気づいたんですけど、これもね、パックされてるんで、このまま冷蔵庫に保存できるなって、うすうす気づいてるんで、僕もこれも限界が来たら、開封だけにします。まだ美味しいので食います。多分こんな近くで映したの俺だけでしょ。じゃあ次。動物の森チョコエッグ。どうですか？声がだんだん太ってきた感じがしませんか？お！来たー！リリアン来たー！どうですか？リリアンちゃんです。こっちでもね、リリアン来ました。ありがとうございます。いや、可愛いっすね。リンゴを持ってキティちゃんに対抗意識を燃やしております。リリアンちゃんゲットです。ディン！お！シーンカードだ。どういうシチューこれ。フィギュア意外と大きい。まあ、大きいね。俺の手がちょうど5メートルぐらいだから、まあ、1メートル80ぐらいあるかな。じゃあ次。え？大丈夫？バンされない？これシークレットじゃね？もしかして。あ、シークレットだ。来たー。ちなみにこの服にね、チョコエッグって書いてますね。これいらないですね、この機能はね。ここだけ見たら馬っていうね。ケンタウロスかな？シークレットムランチでした。ってことは、もしかしてシークレットにも女の子のムランチなのかな？なんかチャラいよね。ヒルズで働いてそうなムランチが出ました。ありがとうございます。じゃあリリアンちゃんの横にね。トゥントゥントゥン、うん、来た！何今日の神引き？つながりのあるキャラクターがいっぱい出ますね。モニカ出ました。ねえ、笑顔っていいよね。あたい、笑顔の似合う女の子に憧れてるんだ。もう似合うよ。お！すげえ、かぶんねえ、今日。はい、ドレミちゃんですね。ソフトクリームを持ったドレミちゃんでした。体は後でつけときます。おお！ちょ、待てよ。タコヤくん出ましたよ。タコの男の子。僕は実況者の男。よし。かわいいキャラメル。ポーズがいいね。クレヨンしんちゃんを手に持ったキャラメルさんでした。ありがとうございます。じゃあ、ここにね。ザン！お！何この紙カード。なんだこれ、少年漫画の35巻ぐらいの表紙の感じあるの、俺にしかわからないかな、この感じ。すげえいいじゃん、この感じ。いろんなキャラいるし。ありがとうございます。え？裏面サボんなよ。書いて送ろう、メッセージカード。いや、絶対送らねえわ。こんな大事なカード。でもこれ、いいカードですね、これね。ちょっとチョコ落ちてますね、これね。あー、パッチかぶったー。今日初かぶり。でもよくここまで被んなかったよね、こんだけね。でん！いいね。ちゃんとこういうね、ゴンザレスとかのカードも入ってるのがいいよね、やっぱね。こういうキャラクターに愛着持ち始めてからが、あつ森の始まりだからね。おめえ誰だ？なんだ、この島のやつか。ガン飛ばしちまって悪かったな。で、よそ者こそガン飛ばすなよ。せっかく観光来てくれとるやんから。てん。トタケケじゃない。なんで目つぶっちゃったの？でも、あ、すげえ、ギター別でついてる、めっちゃいい。ちょっと待って。ギターないとこんな犬なん？トタケケだけ全裸なのおかしくない？アキラ 100% みたいな立ち位置なんかな。トタケケって面白い。あ、でもいいね。つけるとしっくりくるね。これ、机に置くだけで、あ、今日土曜日かって思えそう。これは個人的に超当たりっすね。おー、粒かこれ。あれ、タヌ粒？タヌ粒です。バラバラ。え、どうやってやんのこれ。わかんないんで後でゆっくりやります。じゃあ次、いきます。てん。お、リアーナじゃん。横浜リアーナ先輩です。なんか困ったことがあったらいつでも相談に来るんだよ。いいね。噂その4、12月最後の日午後11時になると島の音楽が変わって広場でカウントダウンが始まる。これまだ体験してないね、みんなね。リアーナでした。ディン。お、ついに復讐されたタヌキチが出ました。こうやって見るとめちゃくちゃ腹出てんだね、タヌキチってね。金と一体化して
いいね。やっぱお金と一緒になってすごいタヌキチ感あるよな。はい、タヌキチでした。てん。お、アデレードちゃん。アデレードちゃんカード化すんのすごいね、なんかね。アデレードなんだ。12月の途中から期間限定で現れる飾り付きの木揺らすとオーナメントが、これアップデの先行情報じゃん。え、これ嬉しいね。オーナメントもらえるんだって。こんなまだ未発表の情報も載っているカードグミ。素晴らしい商品ですね。先行情報じゃないらしいです。どこムッチが出てしまいました。すいませんでした。え、カモネギ？カモネギ出んの？はい、ふうたくんでした。すげえ、ふうたくんもあんだ。ふうたとさ、ふうこちゃんのキャラデザインめっちゃ好きなんだよね。なんか隙がなくない？このフクロウ族で新キャラ、普通に住むキャラ出してほしいもん。カード組ラスト。今日のね、成果はこんな感じですね。でん！お、かもみちゃんじゃない。かわいいじゃない。このポーズがいい。この、片足上げてるやつ。トゥントゥントゥン。はい、じゃあ、ラスト。なんだよ、出てくるタイミングよ。キメラでした。まさかの最後かぶりっていうね。まあでもジュリーかわいいから2個並べるか。動物の森カードグミ、そして、チョコエッグ開封放送ありがとうございます。ディンデスデデデスデデデスディンデデスデデデスデデデスディンデディン。じゃあ早速、ダントツで第3弾か、第3弾から開けていこうか。ちなみに今回、ハサミ、発掘しました。ちなみに僕が狙ってるのはもちろんクリスチーヌ、フランスは。の姉妹は集めたいね。ついっ！おお！浴衣しずえ！こんなのあんの？浴衣じゃない、着物か？これめっちゃ可愛い。ここ、この、神座に置こう。ついっ！うふっていう顔してますね。すいっ！誰これ顔が長いリセットさんだよね、これね。めっちゃいいな、これ。結構好きです。ここ行きます。いくよ。ふっ！うわー！うわー！めちゃくちゃ幸先いいやん。フランスはゲッツ。最高。ふっ！お！これでもう二度とシドニー間違えないね。すいっ！お、ヤマトじゃん。俺ヤマト何気に結構キャラデザ好きなんだけど。この、戦艦艦？戦艦艦？すっ！お、グミちゃん！かわいい。グミちゃん初だね。でれれれ、てん！お、パンプキングだ！でれす、てんてってれ。パンプキングも昔からいるんだね。ちぇれれれれれ、てん！あ？DC カードの子かな。カッペの嫁なんだ。え、若くね、なんか。カッペって60ぐらいじゃないの？はい！お！スワンソンじゃん。これスワンソンのこのね。何この服？めちゃくちゃエロい服着てるわ。ティン！レレレ、ティン！お、ペリオ！ペリコ！ペリミ、ペリオ揃ったんじゃないこれ。スイッ！お！トゥントゥトゥン！デッツ、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 ティン！お、来た来た。なんでこれ、眉毛つなげたんだろうね。これ眉毛つなが、まあ、可愛いよ、今も。この、ほら、普通にね。ね、普通に。普通に、普通にね。ね。はいっさっきあったよ。いやーじゃないのよ。連続で出ると、ちょっとポーズのせいでちょっと腹立つね、これね。いやー。おー、来たらいい兄ちゃん。かわいい。すいっ。お、ノーマルしずえだ。なんか逆に嬉しい。ここでいいか。あれ、これポーズ使い回してね。あ、違う。首の角度ちょっと違うわ。さすが任天堂。え、じゃ、来たメルボルン。え、なんでこれ床屋さんの服着てんの？ないっ。イボボ来た。イボボ来たー。お、キャラメルー、ディン。かわいい。このもじもじしたポーズ。とてもかわいいです。めちゃくちゃもったいぶって出てきたな、こいつ。しかもこれ、町内会出席するときのタヌキチだわ。おれで、
じゃーん。え、何この服気持ち悪い。え、いや、きたー。バニラきた。これ、え、今のパック紙じゃね？タヌキチ、タコリーナ、バニラ。ドコムスチャンネルじゃん。ティン。お、フーコちゃん。きたー。フーコちゃんマジ可愛くない？え、お、ノーマル。トタケケって眉毛太すぎない？なんか俺、気づいてなかったわ、今日まで。こんな太かったっけ？つい！チャーミー入りました。よいしょ。わ、ちょっと、置きたいキャラが多くなってきたな。ちょっとこの辺に隠しとくか。にゃく！お、ローラン来た。ローラン昔からこのスタイルで売ってるんだ。ウーバーイーツのバッグ使えばいいのにね、これね。なんでこんな小さいの入れてないんだろうね。お、ジョニー！このポーズ久々見たわ。俺も画面上で倒れてるジョニーしか見たことないのよ、ほぼ。てか、え？あ、なんか、煉獄さんみたいな目してるわ。うっす！お、ミカッチ来たー！ミカッチ来たー！ AKB の研修生って感じがするよね、これね。ミカッチね。でん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 。ふちゃくちゃかっけえやん、ポーズ。よろしく！俺ね、エスメラルド最近めっちゃ好きなんだよな。こんなさ、唇リアルな質感にする必要あった？これふざけてるよね、絶対ね。じゃあさよなら、ありがとうございました。うっエレフィンで笑うの俺だけだよね。エレフ、エレフィン、エレフィンとの真ん中の進化系のエレフィンです。真ん中の、あ、真ん中、ポケモンの真ん中のキャラこういうポーズしてるよな。よく考えたら。わかる人いる？ゲームボーイとかのさ、ポケモンってさ、真ん中のキャラこういうポーズしてない？で、その次こう、ガオーみたいになるけどさ、あの最終形態の時。